ターとなります。お願いします。みんな覚えてください。ブルームです。 BLOOM、 はい、全部小文字でブルームと言います。後でねフライヤーお配りするので、はい、ぜひそちらを見ていただけたら、ツイッターとかインスタグラムとか載ってるのでぜひフォローしてください。よろしくお願いします。まだ自己紹介まだやった。自己紹介します。はい、はい、ゆうなです。よろしくお願いします。原ゆうなですね。原ゆうがです。はい、咲菜あゆみです。よろしくお願いします。イエーイ。ということでね、はい、2人でやっていくんですけど今後、はい、覚えてほしいですね。で、はい、今日はね初披露ということで、はい、新曲を披露したいと思います。オリジナル曲となっていて、はい、青空の向こうというタイトルなんですけど、はい、私が人生で初めて作詞をさせていただきました。はい、イエーイ。はい、この曲はねなんかなんだろうな、私転勤族だったんですよ元々。はい、ちょっとなんか話が、いや笑うじゃないですか。転勤族でなんか離れた友達とか会うのなんか会えなくなるの寂しいじゃないですか。だからなんかそういう離れ離れになった友達とかなんか青空向いて頑張ろうみたいな曲なんですよ。そういう曲ですね。はい、なんか歌詞に注目して聴いていただけたら、はい、そのなんか拙い言葉なんですけど、はい、一つ一つを大事に歌いたいと思いますので最後まで聴いててください。それでは聴いてください、青空の向こう。
しちゃったね。そう、しんみりしちゃった。でもその後は、はい、盛り上がりたいよね。最後の曲です。最後の曲になります。最後の曲になります。はいはい、はい、この曲はもうめちゃめちゃね盛り上がる曲になってて、盛り上がってほしいですね。はい、もうこの辺もね、この辺前ね、前はね、こうやってね盛り上がってください。はい、じゃあ最後のね曲の前に、はい、今立ち止まってる皆さんにちょっとフライヤーを配りたいと思うので、はい、ぜひ受け取ってくれたら嬉しいです。さっきみんなもらったかな？もらってない人いますか？あ、お配りします。もらってない人、はい、あ、さっきね、みんなもらってくれたから。ありがとうございます。大丈夫かな？ありがとう。あ、お願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、ちょっと後で物販もするのでね、そちらの方にも来ていただけたら嬉しいです。はい、なんかこういう感じなんですけど、最後はねビシッとかっこよく決めたいと思いますので、はい、最後皆さん後ろに座ってる方もぜひ前に来て見ていってください。お願いします。はい、手拍子とかあるんでね。はい、なんかちょっと私たちの真似をしていただけたらね、なんかこうやってするところとか、こう手拍子するところとかあるので、はい、明日もあるんでね、今日覚えた方がいい。そう、今日覚えて明日に臨んでください。今日はなんか楽しむメインでやってくださいね。はい、はい、では3曲目聞いてください。あ、4曲目聞いてください。ファイヤー。 Nobody's perfect、 なんか響きがいいねって。 I can't do it now、 ラララ、そばにいたくて。響きがいいねって。 I can't do without love。
表させてください。はい、なんと明日ベイサイドプレイス博多港、はい、博多港、博多港、博多港にて、15時30分からブルーム出演させていただきます。はい、はい、なんだ、福岡の音楽祭みたいな、福岡の音楽祭に出させていただきますので、はい、ぜひ今日のね覚えた人そうこうやったり手拍子